はい。皆さん、こんにちは。今日はですね、もうびっくりびっくりびっくりな話題をお届けしたいと思います。サムネイルにも右肩に書いてますように、副業という言葉がついています。僕、この副業という言葉を簡単に言いすぎるのがとっても嫌いでですね、副業でいくら儲かるとかですね、まあ、実績が本当にあればいいんですけれども、YouTube の 話題っってちょっと大げさじゃないですか例えば僕の修行である音楽とかいうのでもですね音楽配信でいくらいくら稼ぐとかですねそういう YouTube が多いんですけれども僕はそれが嫌いだからそういうビジネスネタというのはたくさんやってるんですけれどもあまり副業という言葉を煽ったりというのはなるべくしないようにしてきています。 僕のチャンネルを見ていただいている方は多分よく分かっていただいていると思いますが今日説明するソフトはもう SNS では随分話題にもなっています WebSIM という AI ですこれ自身が大規模言語モデルとかではなくってそれを利用したプログラミングツールいわゆるノーコードでプログラムを簡単に誰でもができるというツールです 何せ僕が10分もかからないで作った 3D ドローンフライトシミュレーターこれをですねまずは見ていただきましょうなぜこれ思いついたかというとですね最近話題沸騰中のですねホバーエアー X1 スマートというですね 99g の AI ドローンを導入したんですねそれもとっても素晴らしいんですけどそれがあったのでまあゲーム作る とか言ったらドローンを飛ばすようなやつですねそういうのができたらいいなと思って作りましたまあ何はともあれ見ていただきますこれスタートというのを押すとはいこういう風になります向こうからなんか出てきますここでキーボードのこれ今左押してるんですね矢印ですこれ右にするとこうなりますし上にすると上に高く上がっていきます 下にするとこういう風に下がります。01を超えると床の下にも行きます。全身もできます。z のキーで前の方に行ったり、x で後ろの方に行ったりすることができるんです。これに当たったらゲームオーバーということで、こんな風に操作ができて、ドローンのような動きができるんです。けれども、ここにプログラムを。 追加していこうと思います。そのプログラムの追加などは後半の方にするとしまして、まずはこのソフトをどんな風にして作るかという一番簡単な例を皆さんにお見せしたいと思います。左の上の方にホームマークがあるので、ホームに戻ります。はい。これがトップページです。この WebSimAI のサイトに行くとログインを求められますので、Google もしくは Discord の ID で登録することができます。ちょっとやってみましょう。ログアウトするのには、この右端の3点マーク、ここからセッティングというのを選びまして、右角にログアウトがあります。はい、一旦ログアウトしました。ログアウトして、ホームページというのはこうやって他人が作った公開されているアプリ、これを見ることができます。 アプリと言いましたが、アプリだけじゃなくて、ウェブサイトを作ったりということもできます。もう一度右角からログインをします。すると、このように出てきますので、Google でログインします。ログインをしましたら、ラストクリエーションということで、最後に作ったこれですね。それが出てくるようになっています。じゃあ、音楽のメディアプレイヤー。これを作りたいと思います。 それは、この一番上の入力エリアに、プロンプトを打つだけです。その時に、ここ、ソネットとか、OpenAI の GPT-4 Omni。これらも選ぶことができるんですけれども、基本は、ソネット3.5。これを選んでおいてください。僕がやったところ、画面とかが、これが一番うまくできる。そんな感じです。ここに入力をします。メディアプレイヤーを作りたいと。 音源ファイルを読み込むボタンを作ります。スタート、ポーズを一つのボタンでトグルさせます。そして、ストップボタンも欲しいですね。ストップボタンも独立して配置してください。こんな風に言ってプログラムしてもらいます。なんと、10秒ぐらいで完全に出来上がります。 はいこんな風になりましたちょっと音を鳴らすために音源ファイルを選択しましょう大谷翔平さんが結婚した時に作った「大谷結婚デコピン」というこのファイルがありますのでこれを開きますはい開きました再生と一時停止がちゃんとできるか聞いてみてください はい、なんとたったこれだけのことでプログラムができるようになりましたせっかくできましたのでもう少し良くしてみましょう波形をビジュアル的に見せてかっこよくしたいこんな風に追加をするだけでいいんです先ほどのプロンプトを直すというよりも このように追加をしていくだけです。ここで送信をしてみます。はい。何やら下にエリアが出てきました。ここで音源を読み込みます。そして再生をします。 春風に乗ってニュースが飛んできたオ谷ニ松栄結婚の花咲かせデコピンと一緒幸せのスタート松栄の笑顔に心も弾むいいじゃないですかこんなふうにプログラムが簡単にできるわけですさて先ほどのプログラムをいろいろ改良してみましょう はい。ここに 3D ドローンフライトシュミュレーターというのがあります。これを押します。ここから先ほどの文章をちょっと見てみましょう。ゲームオーバーの下に再スタートボタンを作って、あ、これはまあいけるんですが、まずドローンをドローンらしいデザインにしてみましょう。そしてですね、今はドローンからこう逃げていくゲームですが、 これをです、ね、当たったら点数が出るというふうに相手の攻撃をかわすんじゃなくて相手ににぶつかっていいいいくととううようなゲームに変えたいと思います。そこでこんなふうに打ちます。これを当たったらポイントになるようにゲームを改造してくださいと時間を1分でゲームオーバーそれを右に残り時間と点数も表示してください。 というふうに改造をしてみます。なんか名前まで変わりましたね。ドローンポイントキャッチャーというような名前になっています。今グリッドを読み込んでいます。このグリッド読み込みはだいたい20秒ぐらいかかります。3D を表現するのにはこれはしょうがないことだと思います。 とっても複雑な計算をしてるんだと思います。今、右のプログレスがここに来ていますね。はい、読み込みが完成しました。こんな風になりましたので、スタートを押します。ドローンの絵になりましたね。すごくいいじゃないですか。はい。これで当たったら、 これで当たるお当たらない当たらなかったこれ当たれ当たるか下すり抜けたかな全然当たらないど僕ゲームって普段しないんですよねもうおっさんモードですねこれ。 お地面の下まで飛んでるよ。おっゲームオーバー19でした19ということはちゃんと当たってるんですよね当たってるのにちょっとおかしいですから当たったのが分かるようにしましょう。ここにに敵の弾に当たったっら弾を爆発させて わかるようにしたいこんな風に当たったことがわかるようにしたいわけですねじゃあ送信しますはい読み込みましただいたい30秒ぐらいかかっていますここでスタートを押しますはい右の方で残り時間がカウントされていますよね おー行ったおおおいけたよし残り時間17秒お当たらない 5秒おお、いったはいゲームオーバー77点でしたこのようにですねゲームなんかがホイホイホイと作れるわけですアイデアから全部足しても15分ぐらいかなそのぐらいしかかかっていませんこんな風に作れるわけです皆さんもアイデアを絞り出してですねそしていろんなものを作ってください で、今日はゲームのようなもの、そして一番簡単そうであるようなメディアプレイヤー、そういうのを作りましたが、これからもっともっと皆さんと一緒に研究をしていきたいと思っています。もう少しビジネスに役立つようなもの、そういうのもやりたいと思いますが、これでうまーくいけばですね、十分僕があまり好きでない副業という言葉ですけれども、 ここまでのものが簡単に作れたらですね、副業ということも夢じゃない。今回だけはそのぐらいに感じるほどですね、この WebSIM という AI を気に入りました。今までは GPT 図でたくさん作ったりもしていましたけれども、こんなビジュアルなアプリがすぐに作れるんであれば、もっともっと皆さんにいろんなものを発表したいと思います。そして、 今日のドローンの作り方ソフトは重要な部分だけを概要欄のところに貼っておきますのでコピペしてくれたら自分も同じようなゲームができるという風になりますのでぜひチャレンジしてみてくださいそれでは今日も聞いていただきありがとうございましたまたこれからも情報をアップしていきますのでチャンネル登録まだの人はできたらよろしくお願いしたいと思います ではまったねー。